まだ、さらに4週にはですね、先生が描いた多分最後のよろずやイラスト、うん、炭治郎&柱イラストカード、あ、これだこれだこれな、はい、これだ、15ビジュアルも入場者プレゼント発表されております。ちょっとさ、あくまでも、うん、これこれすごいね、ええ、今までないでしょ、こういうこと。よっぽどですよ、よっぽどですね。でもよく考えたら、銀魂ってそのアニメが始まる前のアニメツアーの映像とかも全部ブリーチだったりとか、そうそうそう、うん、まあアニメツアーでね、モビルスーツ出したりしてたからね。そうそうそう、ズラっていうザクみたいなやつ出したりとか、うん、やってたから。ああ、なんか昔からやってたなって。そうそうそう、まあ、流れなんだね。じゃあ銀魂らしい流れではあるんだね。逆にそういう時にこらって言って怒る人じゃなくて、しょうがねえなって言ってくれる人に支えられてます。あ、しょうがねえなっつって坊主になってくるわけですよ、プロデューサーが。あー、それは宣伝担当の偉い人ね。偉い人いや、もうだからギリギリのところで勝ち取ってるわけですね、うん、です、いつも偉い人たちが本当血の涙を流しながら守ってくれましたよ。だから予想の現場で、あの銀魂みたいにやりましょうよって言うと大変ですよ。覚悟あるのかいっていう話ですよ。あの、頭丸めたり、スーツ着て東映に謝りに行ったりとかできますって言って、そうだね、えってなるんだよね。プロデューサーが裁判やったら負けるよって言われる作品ですから。確かにね、それぐらいの気持ちで作り上げているというね。そうですよ、関わってるみんなの覚悟が違うよという、ね、その通り。いや、素晴らしい、面白いわ。